シャロー。はい、皆さんおはようございます。 SJR ギターウクレレスクール講師の、サモギです。今回、今日はですね、耳コピについて、ちょっとお話ししていこうかなと思っております。まあ、耳コピって何かっていうと、耳コピーですね、音楽を聴いてですね、それを自分でこうコピーをしていく、音を取ってリズムを取って弾いていく、これですね。まあ、譜面に頼らずに自分で聴いた音をそのまま弾くっていう、これを耳コピーって言ったりするんですけれども、たまにですね、よくこの、教室レッスンをやっている中でもですね、生徒さんとお話をしている中で、いや将来ですね、ゆくゆくはパッと音楽聴いてさらっとこう弾いてみたいんですっていう人もいたりとかですね、あの曲弾きたいんですけれども楽譜がないんですよ、だから弾けないんですっていう、まあそんな方もいらっしゃったりするんですね。なので、まあ、音楽を聴いて自分でこう譜面を作れたりとか、音楽を聴いてパッと弾けたりする、これはとても素晴らしいことじゃないですか。これを耳コピと言ったりするんですけども、今日はですね、そんな耳コピの、に必要な能力と、実際に僕が、この場 です、ね、耳コピをしながらどういう手順でやっていくのかっていうのを、ご紹介したいと思っております。それでは早速行ってみたいと思います。どうぞ。はい、まずですね、耳コピするのに、あたってです、ね、必要な能力があります。それは何か、やっぱ耳が良くないといけないですね。聞いた音が、分からないといけない、その判別する能力ですね。でその中にはですね、まあ、音感っていったものがあるんですけれども、音感にはこの2つあります。まず1つは絶対音感、もう1つは相対音感、この2種類があるんですけれども、絶対音感は何かっていうと、まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ小さい頃からこう音楽に、バイオリンだピアノだやっていてですね、パッと聞いたらその音が、あこれはソの音だ、これはドの音だとか、この音はドシャープよりちょっと高い音だよねとか、聞いただけですぐ分かってしまう、そんな、音感ですね。これは絶対音感って言ったりするんですけれども、たまにいます。僕の、友達でもですね、ピアノやってる人なんかでも音源を渡すんですね。音源を渡したら、こう音楽を聴きながらサラ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 ってこう譜面を書いていくんですね。楽器も使わないでパーって書いていくって、まあそういう人もいたりします。これ絶対音感ってやつですね。あとは、楽器によって聞き分けられる人もいますね。ウクレレの音なら分かるとか、ピアノの音なら分かるよとか、そのある楽器に対して弾ける絶対音感を持ってるっていう方もいたりします。ピアノやってる方なんかは割とね、ピアノの音だったら分かるよっていう方もたまにいらっしゃったりしますね。でギターやってる人ならギターの音なら分かる、ウクレレならウクレレの音が分かるっていう方もいたりしますね。これ絶対音感っていうことですね。であともう一つは相対音感っていうものがあります。これは相対なんですね。ある一つの音があって、これが例えばドだとすると、この鳴ってる音、あドミ、あこれはミの音だなとか、あこれ高い低いな、これシの音かなっていう、ある一つの音から相対的に音を判別する、これを相対音感って言ったりします。この絶対音感と相対音感、絶対音感は割ともうちっちゃい頃から親しんでないと、持つのが難しいっていうふうに言われています。実際僕もそう思います。で相対音感にはある程度、まあ大人になってからでもですね、訓練次第で、これを相対音感を持つことができます。ある一つの音があって、この音がドだからこれはレだよねとか、これはファだよねとかミだよねとかっていうのは、ある能力、なんだろうな、訓練で持つことができます。この相対音感を鍛えることによって耳コピっていうのは、耳コピができるスピードとか、耳コピの精度っていうのはぐっと上がってくるので、これは鍛えて生きていくと良いかなと思います。で僕もですね、学生時代、
アメリカの音楽大学に通ってたんですね、ですけれども、そこでですね、まあ、月曜日から金曜日までこうレッスンというか授業があるわけですね。まあ普通の大学でレッスンが授業がある中で、この耳を鍛えるイヤートレーニングっていう時間クラスがあるんですけども、これは週に3回、確か1回1時間だったかな、 ありますね、うん、だから週5日学校行くうちに月水金とかこう週3回は必ずイヤートレーニングの授業があるんですね。耳を鍛える授業があるんです。その時はですね、楽器弾いてる方がね、楽器を上手くなりたいなら楽器弾いてる方がいいんじゃんって思ったりするんですけれども、今になって思えばやはりですね、いいミュージシャン、いいプレイヤー、音楽家はですね、いい耳を持ってます。形がいい耳とかじゃないですよ、音を聞き分けられる能力の耳ですね、うん、音感を持ってます。この音感っていうのはやっぱり、よく弾く、かっこよく弾くため、耳コピーするためには絶対必要になってくるので、楽器の練習と同じくらいに実はですね、鍛えた方がいい内容だったりするんですね、うん、だから皆さんがミュージシャン素晴らしいなと思ってるミュージシャンはですね、絶対的にこう耳がいいミュージシャンは耳がいいんじゃないかと僕は思います。なので楽器の練習プラス相対音感鍛えていけるといいです。じゃあその相対音感ですね、どうやったら鍛えることができるのか、うん、ここですね、まずはですね、これ楽器を弾いて歌うっていうことが重要です、自分でこの音を把握できているかどうかっていうのが重要になってきます。歌える、なので歌うっていうところから始めていけばいいですね。例えばですね、こうですね、ドレミファソ、まあチューニングはしっかりしないといけないので、チューニングマスターですね、ちょっと高いこうチューニングをして、そうチューニングもですね、耳を鍛える上でものすごい重要です。間違ったチューニング、合ってない音で延々と弾き続けると耳が壊れます。本当に壊れます。おかしくなってきます。歌も音痴になってきます。あとは誰かと一緒にこう演奏する機会があれば、一人で音が外した音を鳴らしていると他の人にも迷惑がかかってしまいます。なのでチューニングは確実にやっていきましょう。で、例えば今チューニングがあったんですけども、1弦の3フレット、これドの音になります。ドレミファソラシドって僕ですね、まあドレミファソ、ドレミファソですね。これを、今ドレミファソを弾いたんですけども、まず歌います。ドレミファソ歌って、ドレミファソこう弾く。で実際自分が歌う音と楽器が鳴らしている音、これが合ってるかどうかですね、これを確かめていきます。ドレミレドドレミレドドミソですね、ドミドレドファドソ、こういう感じで歌って弾くっていう時間をですね、少しでも設けてみると耳が鍛えられていくので、音感も鍛えられるので、やってみるといいですね。で、あと僕がおすすめするのがですね、ドレミファソド、僕の中ではドはここの位置ですね、ドレミファソ、ソはこの頭のてっぺんぐらいですね、ドドこの喉の下あたり、これがドなんですね、ドソドドソドレミファソドファドドミドミドミドドソドこうドレミファソ、これですね、自分の中で基準を決めるんですね、こう高さ、僕はこうドレミファソなんですね。だからここからこのさドソドソソに、ね、僕はおへそぐらいなんですよ、ドソド、うん、だから聞いた時にこの
基準になっているダーの音からどれくらい離れているか、これをなんとなく感覚で覚えるっていうのも一つなんですけども、僕はこの最初慣れないうちですね、ドソ、この自分の手のこの高さ、頭の高さがソの高さ、おへその高さがドソの高さで、こういうふうに自分で基準を決めて弾いていく、うん、とより分かりやすくなってきますね。上がるのか、まあ、下がるのか、うん、ここはどれだけ上がるのか、このぐらいなのか、それともこのぐらい上がるのか、画面から切れてこのぐらい上がるのか、下がるのこれだけ下がるのか、これだけ下がるのか、これだけ下がるのか、そうですね、これを自分の中の基準を持ってしまうと良いと思います。こうやってですね、まあ、少しずつ、ね、相対音感を鍛えるという、訓練をやっていくと良いかなと思います。まあ一例なんですけども、他にもたくさんやり方は、訓練の仕方はあるんですけども、まあ一例だけ今日は、ちょっと紹介させていただきました。そしてではですね、実際に耳コピ、やっていき、いこうかなと思います。今日はですね、Water is Wide という曲を、のメロディーをですね、やっていこうかなと思うんですけども、Water is Wide、これですね。まず、どんな曲なのか聞いてみましょうかね。綺麗な曲です。こうやってます。下がってます。上がってますね。だってれるとこういう感じ。だんだんとどんくさとさとさ、うん、まあ冒頭の部分ここまでなんですけども、今、音楽聞いた通り、こう音が上がったり下がったりするんですね。で、これが上がるのか下がるのかっていうのをこうさっきやったこう手のところでこう自分なりにこう判断していくと、うん、っていうのが一つですね。で、あとはまず曲を聴きました。で、この曲のキーは何かっていうのをまず調べるんですけども、キーって何か、ちょっと話すと長くなるので。簡単にざっくり話す と、基本的に音楽ですね、メロディーを作るときにドレミファソラシドっていうのでメロディーが作られてるんですよね。これが大体もう 90%、 この西洋音楽の 90% ぐらいはもうドレミファソラシドで作られています。それプラスアルファ のシャープのとかフラットのとか入ったりするんですけども、基本はドレミファソラシドでこうできていると思ってください。で、このドレミファソラシドなんですけども、何の音から始まるドレミファソラシドなのか、これがキーなんですけども、ドレミファソラシド、これドの音から始まってる、ドって C っていうんですけども、 C の音から始まってるドレミファソラシドとか、例えばこの基準の音って基準の音を1個ずらして、ここの1弦2フレットの音から始まってるドレミファソラシドなのか、それとも1弦1フレットから始まってるドレミファソラシドどうなのか、これが、どこ基準のドレミファソラシドなのかっていうのを、判別しちゃうんですね、うん、そうすることによってですね、このフレット板ありますね、たくさんこう押さえる場所があるんですけども、その中から音を絞ることができますね、全部のどこだどこだどこだって探さなくても、あ、このドレミファソラシドで音ができているって分かれば、この音の中で音程を探ることができるんですよね。これがキーを判別するっていうことになりま
です、実際この曲のキーはどこなのかちょっと聞いてみましょうかね。ちょっと調べてみて、ここが入ってる。ここで半音ができますね。半音、こう半音がこうこういう半音が出てくるんですけど、もうこの半音がポイントになります。ドレミファソラシドの半音はミとファシとド、ここしかないです。半音ミとファかシとド。なのでこういう動きがこう今あったんですけども、聞いてあったんですけども、ちょっとわからない人はちょっとな、まあ、ちょっと ついてきてください。ここあったんですけど、なのでこの関係っていうのがミーファもしくはシードのいずれかになるんですね。 OK ですか。そうするとミーファソラシドなのかシドレミファソなのか、このどちらかになる、うん、っていうですね。ちょっと聞いてますね。ここもなんか気持ちいい感じで、そうするとここがもうシドっていうのが僕の中で分かったんですね。ドシラソファミレ、こういうドレミを使ってるんですね。まあキーは D になるんですけども、この中の音でまあメロディーはまあ作られてると、このドレミが合うんですね。ドシラソファミレレミファソラシドシドレドレレドレドレドシド。このドレミファソラシドは合ってます。なのでこの曲は D、 まあ1弦5フレットをドだと思って弾くドレミファソラシドが合ってるっていう感じになるんですね。そうするともうドレミファソラシドが弾ければですね、ある程度どこの音を鳴らせばこの曲に合うのか、どの曲音を使っているのかっていうのが分かってきます。それを用いた上でメロディーを取っていくと。じゃあちょっとメロディーを取っていきますかね。いきます。音が取れました。次、下がってる。 I can cross the、 こうですね。レドラソ、こう下がってレドだと。次、タタ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 タ、これでタタタタ。タタ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 タ
タタタタン。この後感じですね、こう音をとって、そのメロディーがこうどういう上がり具合か、どのくらいこう上がっていくのかとか、どのくらい下がっていくのか、これをですね、ちょっと意識しながら、音を拾っていく。そうすることによって耳コピっていうのがこうできていくんですね。うん、これ今こういう曲なんですけれども、他の曲でも全く同じやり方です。最初慣れないとですね、ものすごい時間がかかったりするんですけれども、少しずつ慣れてですね、耳を鍛えてですね、耳コピーっていうのを挑戦していけるといいと思います。で、譜面に書くときですね、これも頭にいらっしゃるんですけども、譜面に書くときに音符で綺麗に書かなきゃって、思われる方いると思うんですけども、これ誰かに見せるとかであれば、そういう綺麗に書いた方が綺麗に書かなきゃいけなかったりするんですけども、自分で分かるんであれば、もう殴り書きでいいですね。1弦の5320とかでも320、数字だけでもよかったりしますし、歌詞が買って歌詞の上に数字を3204とか、そういうのでも自分が分かればいいと思うので、あんまり譜面を書く、綺麗に書くっていうところにはこだわらない方がいいと思います。耳コピをするではですね、誰かに見せるとかっていうのであればまた話は変わってくるんですけども、そこよりも、音程をしっかり取るっていうところを意識して、いければいいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、耳コピについて、ちょっとお話をしてみました。そうですね、さっきも言ったんですけども、楽器を弾くのはですね、右手左手のこの運動能力、この運動能力を鍛えるのも一つ重要だし、あとはそれとはまた別にこの耳ですね、音感を鍛えるっていうのも、それと同様に同じくらい重要になってます。なってますか？ですね、重要です。なので、両方うまく、鍛えながら楽しいウクレレライフを、過ごしていっていただければと思います。これは別にウクレレに限らず、他の楽器でも、同じなので、ちょっと参考にしてみて、耳コピちょっと大変だなと思っている方は参考にしていただけると。と思います。今回は以上となります。こちらの動画が良かったらですね、ぜひぜひいいねボタンと、チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録いただければと思います。もし何かあれば、下のコメント欄にですね、何か書いていただければ、名答させていただきますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。